第7章「日本文化論」サントペテルスブルクへ帰るとすぐに友人たちはきっと私が日本の文明などをどう見たかと尋ねるに違いない私の方は答える前にこう問わざるを得ないすなわち「君は文明という言葉をどのように理解しているのか?と」ともし 文明という言葉が物質文明を指すのなら、日本人は極めて文明化されていることを答えられるだろう。なぜならば、日本人は工芸品において蒸気機関を使わずに達成することのできる最高の完成度に達していたからである。それに教育はヨーロッパの文明国家以上にも行き渡っている。 シナ王も含めてアジアの他の国では女たちが完全に無知の中に放置されているのに対して日本では男も女も皆かなと漢字で読み書きができる。 だがもし、文明という言葉を次のことを意味するのならば、すなわち、心の最もま妙な象形と知性の最も高貴な理解力をかきたてるために、また、迷信を打破し、寛容の精神を植え付けるために、宗教、キリスト教、教徒が、 キリスト教徒が理解しているような意味での宗教の中にある最も重要なことを広め定着させることを意味するのならば確かに日本国民は少しも文明化されていないと言わざるをえない。なぜならばまず前章で述べたように崇高な美徳の実践 人はそれを文明の高尚な現れと見なしたがるのだがその実践を促す高貴な感情が開花するのを妨げている強力な要因があるさらに他にも民衆の精神的な同型を最小限に抑えているに違いない理由があるそれは第一に民衆の自由な活力を妨げむしろ抹殺する封建体制の抑圧的な傾向が挙げられる 当然であろうと、公然であろうと、御蜜りであろうとを問わずに、忌まわしい諜報機構が存在し、しかもそれが大君の政府を支えている。実際、密告はこの政府の最も強力な武器である。政府の役人は、どこへ行くにも決して一人ではなく、いつも、おめつけ、直訳すれば、見る目、すなわちスパイ、と一緒である。おめつけは、 役人の行動のすべてを監視し政府に報告書を提出する。私が江戸に入って以来毎晩老中の一人が所要でポートマン氏のところを訪れたが必ずお目付役が一人伴っていた。雨の目のように張り巡らされたこうした諜報機関が二つの第一階級すなわち将軍家及び諸大名のどの家族の上にまで広げられ 人々の間に不信感を植えつけ真実と正直さとの発言を不可能にしている。日本人の間で嘘が単なる悪い習慣以上のものになっているのも当然である。日本では嘘は一つの制度でありしかもある動きを政府の行政機構の耳の隅々まで伝えるバネの一つとなっている。 タイ君は外国との交流に極めて積極的でありあらゆる方面で交流を促進しようと考えている外国との交流によって農業面でも国家的な規模においても膨大な利益をもたらされることをタイ君はよく知っているしかし不幸にもタイ君はこの国の事実上の支配者でありながら自分たちの利益のことしか考えていない大名すなわち封建 領主にに牽制されて自由に振る舞うことができない大名たちは外国との交易が盛んになるにはどうなるのかよく分かっているのだ外国人と日本人が接触し関係を持つ機会が増えれば増えるほど日本人の知的道徳的な進歩が促され根本的な改革が求められるそうなれば自分たちがこれまで有給給として守ってきた 封建的支配は真っ先に崩れるだろうこれが外国との交流の確立とその発展に対する大名たちが一貫して持ち続けている敵意の唯一のゆえんである民衆が外国人嫌いになるように仕向け江戸港をこれからも先もずっと閉ざそうとしているのも大名たちである。幕府には旧 居住を希望する外国人たちを守る力がないから外国人の生命残山は強力な外国軍隊によってしか守られない外国軍隊は外国人の家の近くに野営地を設定して強大な敬礼隊によって日夜界外を巡回することになるだろうしかし江戸港に停泊する威圧的な外国艦隊も 外国人入植者の虐殺を防ぐことはできないだろう。なぜならば湾内は浅く大きな船舶は沖から45回イ離れたところにしか闘病できないしどんな小さなボートでも館長時には江戸への町へたどり着くことができない。かといって条約によって容認されたいかなる列強国も江戸での土俵と切り 小取引を保護するために軍隊を派遣しようとは思わないだろう軍隊派遣にかかる経費は小取引上の利益をはるかに上回るものだからである日本はロシアともプロシアとも全く交易をしていないフランスオランダアメリカとはほんのわずかながらある確かに日本の対外交易の少なくとも三分の一は対イギリスだが 一方それはイギリスの全体外国貿易の50分の1にも満たない日本との交流を失う危険に犯してまで江戸に3万の軍隊を駐留させようとはおよそ思わないというのも道理である私の見るところイギリスは今でも日本との交易を維持するために利益以上の出費をしているというのも横浜港には イギリス軍艦7隻、フランス軍艦2隻オランダ軍艦1隻さらに800名のイギリス陸軍1個連隊とフランス兵が120名その上長崎にはイギリス軍艦1隻が停泊しているからであるヨーロッパにおける絹お茶木綿の暴落と幕府が次から次へと持ち出す大名たちの像が作り出す 障害のためで、公益はこの一年全く不審で、採算の取れている商人はほとんどいない。実際、利益を上げている商人は三人もいるかいないかだ。その中には若い友人の M ・グラバー氏がいる。ハノーバー・リンゲンの有名な医師・グラバー氏の子孫だが、彼は抜きんでた詳細のおかげで、高取引を続け、にわかに膨大な富を築きつつある。 大名たちに突き上げられた幕府が外国との交易に対して持ち出す無数の障害がいかなるものであるか次の自兵を例に説明してみよう。列強と交わした条約の手前全ての外国の金貨銀貨が日本で通用しなければならずまた日本の貨兵とは目方対目方 金属の純度の違う場合にはそれ自体の価値によって自由に打艦できるはずであるところがこの賢明かつ正当な約款を尊重するどころか幕府はメキシコピアストル以外の外国貨幣を認めないしかもこの貨幣すら1ピアストルが店舗一部銀 2.2個から2.5個という方外な打艦率でしかも横浜長崎函館でしか打艦できないしかも実際には1ピアストルは店舗一部銀3.1個だから打艦率は76%にしかならないこのように幕府が外国との交易を阻むために考案した他の桁外れに費用を税を 別としても幕府は唯一認めている外国貨幣メキシコドルの交換にあたって外国側の利益に反して銀46問目のところを34.5問目として利を得ているこの乱用は重役の明確な規約に完全に違反している幕府はメキシコピアストンの実際の値打ちを知らないと言ってこの言語「道断な」 不公平行為を正当化しようと努めているが、それが全くのでたらめであることは、次のことを指摘するだけで十分であろう。つまり、外国との交易が一層やりにくくなるように、そして、おそらくはそれ以上の悪い意図もあって、幕府は、日本にいる全外交官、公使官、領事官の官員すべてと、湾内の軍艦の乗組員全員、すなわち、 帝徳から1平素に至るまでに対して、1ピアストルを一部銀3個で一定額交換することを許可している。例えば、孔子は月に2000、領事は1500、副領事は1000ピアストルを了解することができるのだが、この差額は通商の不利益をも顧みず、膨大な利益をこれら交換に与えている。 横浜と長崎の商人たちは幕府の卑劣なやり方に猛反対をしたが少しも効果がなかった。こうした幕府のやり口は運命国の人々なら信じがたいことだろう。私の言うことが嘘だと思う人はオールコック教が日本について表した二巻本「太君の都」を読むといい。 イギリス公使として3年間日本に滞在したオールコック教は普段の利益を手にしたことを認めつつ、その詳細を記述している。6月29日、私は以上のことを書き終えてから、ある高官の葬儀に列席した。彼はアメリカ公使館周辺に警護する警羅隊に所属していたところが昨夜死去したのである。 孤人は青年勤務中に着用していた衣服を着せられ日本の刀を刺して帯の間に扇子を挟み黒い漆塗りの竹の帽子をかぶった姿で缶の中に収められていた婦人棒の箱に似ている缶は高さが1メートル30センチ幅と奥行きは65センチである孤人は足と腕を曲げられまさに胎児の姿勢で座っていた 日本人はこの習慣を遵守している。彼らの宗教の定めるところによれば死者は埋もれた時の姿勢で埋葬されねばならないのである。遺体の傍らにはあの世で霊君がひもじい思いをしないようにナタマメや他の野菜類を持ったワが添えられている。缶は釘で蓋を打ち付けられユリの花飾りを施した白い布で覆われ寺の 祭壇に安置された白装束に身を包んだ同じ役所の300人の役人全員が手を合わせて祈りながら缶を囲んでひざまずいた一方僧侶は祭壇の上のろうそく全部に火をともし香を焚き鐘を鳴らし祈る40人ほどの僧侶が両側に立ち葬儀の符を盆語で唱えたどうしも 他の僧侶も白いい衣をつけている。式が終わるとすぐに寺の正面の階段の上で一人の坊さんが持ってきた籠を開き中に入れられていた白い鳩を放った包丁。この象徴的な行事の後、とは竹の籠へまかれそこへ 竿を通してから両端を2人の男が担ぎ寺のすぐそばにある墓地へと駆け足で運び去った墓地に着くと缶を墓穴に下ろし参列者がそれぞれ一握りの土をかけた白は日本では物色であり日本人に対する最大の侮辱は白装束で尋ねることである家長が死ぬとすぐに日本人は 表札の上に白い紙をかけ、彼の名前で覆う。今日、私は護衛の五人,人の役人と馬で横浜へ戻るつもりである。中、メキシコドル。スペインの属国時代の1538年から1821年の独立後も、メキシコ造幣局で鋳造を続けた銀貨である。 当時、メキシコの産銀量が非常に多かったこともあって、メキシコ銀貨は銀の含有量が変わらず、400年も一定の品質を維持していることで、貿易を国際通貨として世界各国の信用を博していた。第8章、太平洋。横浜からサンフランシスコへ、1865年9月2日。 ひとたび日本に着くや、今度は世界周遊を完成したくなり、カリフォルニアに向かって出発することにした。蒸気船の便がなかったので、7月4日、サンフランシスコ行きのイギリスの小さな半船、エイボン号に乗船した。午前9時、北からの微風を受けて、頬を上げ、数時間、横浜や神奈川や、 万年雪をいただいた富士火山の数高なる景観を楽しむことができた80枚入りも離れているにもかかわらず富士山はまるでこれらの町のすぐ傍らにそびえているかのようであった午後4時ごろにボン号は沖に停泊してあった水崎案内船までたどり着きそこでそれまで我々を先導してきた水崎案内人は不良を乗り換えた。 エイボン号にはスコットランド生まれの横浜の貿易相 X 氏が乗っていた彼は債権者から逃れるためにこっそり日本を抜け出してきたのだった X 氏は船長のヘンリー・スティック・トゥフォードルーク氏にもし後悔の間水泳たちと寝職を共にすることを許可しカルーニュアまで連れて行ってくれるなら300ピアストロ1,800フランを支払おうと申し出ていた ところが船長はちょうどその朝横浜のイギリス領事館から彼を乗船させないようにとの通告を受けていたのでその申し出を断った夜10時30分ごろ船は須崎と相模の岬の間を抜けて広大な太平洋に出たエイン号にはそれぞれ2台のベッドを備えた2部屋しかなく1部屋はアメリカ人にもう1部屋は私にあてがわれた この他にまだ2人客がいた。その中の一人忍法の貿易相であるサッチェル氏は専室のソファーベッドで寝れることに甘んじなければならなかったしもう一人フランスのパランシェンヌ出身の優れたチェレルストアレクサンドル・ディ・シェット氏は航海士たちのベッドで我慢しなければならなかった。 デバンシェ氏は青年音楽家として名高く、コンサートの収益で生活をしながら、この10年、東洋各地を回っている。彼はマダガスカル、ブールボーン、モーリス、セイロン、シンガポール、ジャワ、マニラの諸島、また、ボンベイ、マドラス、ボンディッシュリ、カルカッタ、香港、そして上海の街を訪れてきた。 接し36度から40度の猛暑の中では誰も音楽に耳を傾ける気にならないものだが彼のコンサートは好評を博しいつも満員だった実際彼が保をしたインドやシナのどの町でも人々はそのチョロ演奏の完璧さを熱狂的な接吻で褒めそわしたものだった彼の偉大な才能は 長崎や横浜の数少ない居留地の間でも同様な熱気を巻き起こした出航前夜横浜のフランス全権大使のレオン・ロッシュ氏が公使館のお昼までお別れの演奏会を開くように懇願したすでにチェロや荷物を船に積み込んでしまっていたのだったがこの時の演奏会も大成功を収め彼は450ピアストル2700フランを手にした ディビッシュ氏は有名な芸術家であるばかりでなくて素晴らしい旅の道連れでもあったその再起・間髪ぶりは長くつらい道中私を大いに楽しませてくれたサッチル氏との付き合いにも十分満足をしていたしかし横浜のヘボコックでカリフォルニアに行って人ともけしようとしているアメリカ人には並行した彼は 2メートル近い大男で礼儀知らずおまけに画札で短気大言遭言するくせに臆病者卑劣かつ大の喧嘩好きな男だったただ一人彼に話しかけようとしないのにもかかわらず何とか口論を吹きかける機会を見つけようと身構えていたいつもパンデニウムパンデモニウムミルトンが命名した想像上の地獄の地とを お引き合いに出しては拳を上げて我々を威嚇し果ては近づくものがあれば殺してやるとまで息巻いていたところが実は唐棋士の育児なしで仮に我々の中で一番ひ弱なものが湯をと決して近づいて殴るぞというものなら怖がって尻込みをするくらいだこんな野蛮な食人種と7週間も付き合っていかなければならないとはこれ以上 辛く忌まわしいことがあるだろうか蒸気船ならばこんな男たちと接触することはない彼らは三等船室へ行くのだからたとえ一等船室にいたとしても船は広いから彼らは避けることはたやすいところが船室が幅2メートル縦4メートルに過ぎない我らがエイボン号のような小さな安全となればこのいやまわしい仲間から逃れることは不可能である。 勇敢なるヘンリー・スティッド・フォード・ルーク船長のこの上ない親切と因縁さにはただ賛時を送るほかはないまだ49歳でしかないのに35年前から海の上で暮らし29年前からは船長を務めているというつわものである彼は 世界中の海を航海しておりその長い航海歴の中で遭遇した数多くの危険を本人の口から聞くのは何よりの楽しみだったとりわけ私が注意を引かれたのはハリケーンや台風そしてサイクロンと格闘しながら奇跡的に逃れた冒険団の数々だった例えば大波が 船を打ち砕き看板の上のものを持ち去るようなハリケーンに7回もあった彼自身も海に投げ出されたこともあっただがその度に幸運にもロープにしがみついて何とか指揮を出した彼は航海術に精通し経験も豊富でどんな困難にも立ちに届わずしかも実に沈着に振る舞う一言で言えばまさに船長なのである船が半分欠けていたが それは言われがある。数年前、船のメイドに惚れた一人のコックが、海のただ中で、即刻結婚を許してほしいと言ってきた。船長が、港に着く前の結婚は認められないと、拒否すると、ひか狂ったコックは、彼に飛びかかり、鼻に噛みついた。それで、鼻が半分ちぎれたというわけだ。船長は、 恋狂いのコックを鉄の鎖で縛り上げ、セントヘレナ島へ寄港した際に裁判所に引き渡した。裁判所はコックに7年の流刑を宣言した。果敢に職務を遂行する人はまた、有能な部下を見極める際にも恵まれているものだが、我が勇敢なる船長も公開術を極め尽くしている一等機関士、ジョン・ホッパー氏を得ている。 オッパー氏の博識ぶりは全く共感すべきものである。彼は最初文献学者になるために研鑽を積みギリシャやラテンの古典を読み尽くしたが後に方向転換して航海士という三文的な職業に就いた。歴史や地理に造形が深いばかりか現代文学ことにイギリス文学にも明るくシェイクスピア喜劇はほとんど全て暗記をしている。 要するにホッパー氏は有能な船乗りであると同時に優れた学者でもあるのだった同様に極めて有能かつ実務的な二等機関士スコットランド出身のエル・コイン氏も忘れてはならない海水浴をするために朝4時半に看板へ登っていく時に決まって彼は日中にどんな風が吹くかを予告したがその予報を 予想は外れた試たしがなかった。二人のの他にもろものの仕事をする勇敢なイギリス人水夫が五人とフランス島モーリシャス出身の料理人が一人いた。もしこの料理人に才能がありまたその才能を発揮する手立てがあるのならばきっと傑作料理を供してくれたであろうし彼も満足できただろう。 とととこころがが不幸ななに彼は料理人となってまだ日が浅くしかも船の両食は米と臭い塩漬け肉そして豚の脂身に限られていたそれらは時に冷たいまままたある時はフライにして皮付きじゃがいもと石のように硬いビスケットと一緒に出された真夕食デザートとしてプディングが出たが当然ながら 牛乳も卵もバターも入っていないからプディングとはいえ消化の悪いパイのようなものでしかなかったふにょいながら旅路の珍味といえば時折豆のスープが出た客船の世話係として15歳の少年と40代のメイドが乗船していたメイドはフランス島で長年働いていたが島の男たちに見切りをつけて 結婚相手を求めてカリフォルニアへ渡るところであった葉は1メートル3 3ンチ長さ2メートルの私の船室の半分は木製の2段ベッドで占められていた下のベッドに荷物を置き上のベッドで寝ていたが不幸なことにこの木のベッドは仰向けに寝るには狭すぎ横向きに寝ると船の揺れでベッド,にか,ベッドから落ちる恐れがあった。 ベッドの一方の傍らに小さな生理ダンスがあり他方には洗面台があったのでそれらの間で身支度をする空間といったら縦97センチ幅75センチしか残されていなかった。以上述べてきたような条件のもとで私は7,000マイルの太平洋横断の旅を始めた。 小型船縁起盆号は鉄製で161トンしかなかったにもかかわらず船には日本茶300樽1樽は40立方英国フィートが1樽につき旧アメリカンピアストル49フラン53チームの総量で積み込まれていたこれに船客4名の船賃を合わせ 船長は輸送料として3,540アメリカンピアストル1万9,470フランを受け取っていたこれは膨大な金額であるというのもエイボン号はメッシーナの貨物運搬船とほとんど変わらない小ささだったからだ旅行者は陸だろうと 陸路だろうと蒸気船による回路だろうといつも好天に恵まれるように祈るものだが反戦による旅行者は逆に全能の神に悪天候を祈ることを忘れない。強い風が期待でできるるるのは悪天候下に限られるかられかあるしたがって反戦においては西雨系が上昇すれば吉兆、下降すれば行幸と見なされる。 この点我々は長い航海の間運がなかった30日間濃霧に包まれていたのだがしかし濃霧は西雨系を下げ,下げないから悪天候の中を進んだとはいえ強風を受けたのもわずか34日でただの一度も好都合なしけに遭わなかったし旅の間中5.6メートルを超える高波さえ見なかった。 ここで多くの公会記に見られるひどい間違いを指摘しておこう。公海記の著者たちは作り話を綴らなければ読者に信じてもらえないと考えているらしい。彼らは嵐を描写するときにしばしば次のように語る。巨大な山脈のような波が我々を雲まで持ち上げたかと思うと次の瞬間、奈落の底へと突き落とした。嵐に会ったことのない人がこういう描写を読めば 自然の猛威が少なくとも400フィート以上の大波を作り出すものだと信じ込んでしまうだろう。しかし私はインド洋、大西洋、太平洋上で暴風を経験したがその最も高い波でさえ波の底から波頭まで40フィートを超えることなど断じてなかった世界中の海を駆け回った我らの 勇敢なる船長もそれ以上の高波を見たことがないと請け負ってくれたさらに波というものは海上に突き出た波頭と同じくらい海中にも隠れるものだから最高の波でも海面から20フィート6 4 8ル以上に達することはないと断言できる航海の期間中我々は大体いつも南南西西北西あるいは 北からのいわば都合のよい風を受けていたけれども一日あたり軽度にして2度以上船を進めてくれるのに足る風はめったに吹かなかった北へ進めばもっと強い風が吹くだろうと考えた船長は火事を北北東にとらせ船は整形155度北緯43度19分に至ったそこで火事を東内し東南の方向へ向けながら徐々に南下した 我々が執行した7月4日の横浜では水温23.75度日陰の気温27度75分だったが海上を進むにつれて水温気温度も急激に下がったそして7月18日その日は東経164度52分北緯38度42分にいたそれから 西経度23分北緯43度3分に行った8月8日にかけて気温も水温も摂氏13度にしかならなかったそれ以降8月17日に船が西経133度1分北緯39度41分になったあたりから気温も水温も少しずつ上昇し始めて20.5度, 20. 度までになり するとあとはサンフランシスコに着くまで変わらなかった広大な太陽の単調さ極まりない孤独の中ではわずかな気ばらしすらなかったことは言うまでもないこの井戸では航行する船も稀で成形 133°C9 分に至るまで一隻の船も見なかったしかし強く注意を引かれた者としては 厚さ1から2フィート30から60センチくらいの桃色をした物体からなる巨大な層である。統計152度から180度の間船はその層を絶えず横切って航行し続けた船長も航海士たちも単なる魚卵の群れだろうと考えていたが私にはそうは思えなかった。 船全体がその層に覆われているようでしかもそれが数マイルにもわたって広がっているそこで私は紐に下げたバケツでそれをすくうことを思いついた実際カナンの量を採取することに成功した見る前は無定形の物質だと考えていたがなんと驚いたことに魚の活血した飲みぐらいの大きさの昆虫の集まりであった あいにくエチルアルコールを持ち合わせていなかったのでペテルスブルグの博物館に送るためやむなくこの生物を乾燥させることにした海から引き上げられたバケツはどれにもこの赤い生き物と一緒に黒点のついた白い魚卵がたくさん入っていた魚卵も海藻を乾燥させたところ赤い昆虫とほとんど見分けがつかなくなってしまった。 東計180度から西経144度までの海面に貝殻こそないがほの役目をするとされ戸坂を持った一種のカタツムリが無数に見かけた海洋学上の専門用語によるとこの動物はフランス語ではガレー船英語ではポルトガルの軍艦と名付けられているこの生き物は一種の組織である無数の足を持っていて その足でで刺すののある。その毒はサソリに匹敵する統計170度から整形170度にかけてたたびエボシガイの大群に出会った何百というエボシガイがお互いにくっつき合いまるでパイナップルの実のような形を作っているエボシガイもいくつか乾燥させたさらにたくさんの大クジラを見た時には一度に4トンを見かけたがそれは 統計度と計140度の間の海域だけであったクジラは灰の中に入り込む海水を噴き出すために絶えず海面に現れる熱帯の海域では群れをなしているクジラもあサメもこの井戸の太平洋にほとんど見られない全航海を通じて6頭以上は見なかったと思う飢えていないのかサメは近づいてこなかった サメはいつも海上に2枚のヒレを突き出しているから簡単に見分けがつく全緯度でネズミイルカに出会い500から1,000頭もの群れに遭遇したこともある最後に海鳥について言うと無数のフルマカモメアホウドリの一種類がいつも船についてきたちょうどアヒルくらいの大きさで船の仲間はよく豚の脂身の切りっ端をつけた 釣釣り釣り針で上げては食卓に供したものだしかし猛禽類なので肉はまずく私はどうしても食べる気にならなかったその他フランス語で悪魔英語ではストーミー、うん、ペテロースと呼ばれる、うん、つまめに似た夜間鋭い音を発生する小さな鳥も見かけた。日本カルニオルニア間の 海の深さは未だかって測られたことはないけれども平均して少なくとも9キロはくだらないだろうと9キロはくだらないだろうと推測されている7月26日水曜日正午に北緯4 0 ° 3 7分統計1 8 0 °のグリニッジ大正点を通過した。 したがって地球測定の基準に基づき一日分時間を戻し翌日も再び7月26日を水曜日とした8月7日午前10時45分から11時にかけて我々は北緯43度9分整形149度42分27秒まさしくペテルスブルクの対極点対処点を通過した 役者と書き、本書はハインリッヒ・シュリーマン1822年から90年がフランス語で書いた紀行文で彼の著書作である現代は1869年パリで出版されたこの旅行記は私との出会いは工事から訳してほしいと手渡されたことに始まる。 古代への情熱、シュリーマン伝などなどを愛読して、以前からシュリーマンに憧れを持っていた工事が、旅の途中、パリ国立図書館で原本を見つけ、日本の部分だけをコピーして持ち帰ったのである。その頃私は、夫ヒロシを見送った後の整理もだいぶ終わり、また以前、暴風と一緒にゆっくりとヨーロッパの旅をしようと話し合っていたこともあって、この辺りで、 気持ちを切り替えたた。くなっていたそこで女学校時代フランス語でなさった気アスさから、えー、林田悠、えー、千葉大教授のソルボンヌの旅のグループに参加をしてパリへ出かけたこのパリ,をパリ行きをきっかけとして気候の良い時期を選び3年続けてパリで寂しいけれども自由な学生暮らしを楽しみ帰国した頃のことであった。 トロイア遺跡発掘という一大事業を成し遂げたシュリーマンが慶応元年幕末の江戸を訪ねていたという事実にまず興味を惹かれたしまた息子のための翻訳ということで気楽に引き受けたのだが次第にシュリーマンという人間のひたむきさ日本に対するまなざしの温かさに引き込まれていったのであるシュリーマンは1822年 北ドイイツのノイブに・牧師の子として生まれ母親は小さな町の町長の娘で教養のある音楽好きな女性だったが彼が9歳の時に亡くなっている一方考古学に興味の持っていた父親は幼いシュリーマンにホメロスの叙事師やポンペイの悲劇などを語って聞かせたというシュリーマンの共感すべき語学力は都度に有名だが ある国の言葉を覚え、書き、話すのに6週間もあれば十分だった。その天才ぶりは早くも11歳のおり、ただただしいながらも、オデッセウスやアガメノムノンの冒険談についてラテン語で書かれた作文を書いたことにもうかがわれる。しかし、彼の少年時代は決して恵まれたものではなかった。 学校教育も満足に受けることができずに、わずか14歳で小売店の小僧になって働きながら、簿記の勉強をした。アメリカで運試しをしようと、日本マストの反戦に乗り込んだのが19歳の時である。不幸にも船は難破し、海に投げ出されたシュリーマンは、オランダの笹の一つに打ち上げられ、九死に一生を得た。 そのままドイツには戻らずにアムステルダムで孤高をしのぐ傍らフランス語スペイン語イタリア語ポルトガル語などを次々とマスターしていった一方類稀な詳細にも恵まれて24歳でアムステルダムの貿易商の職を売るや早くも絵を東のヨロシアに向けていた例のごとくに猛烈な独学先生がいなかったのでそれで ロシア語を勉強し、初めてからわずか6週間後には、モスクワのインディゴ藍染め占で商人たちとその国の言葉で商談をまとめたのだった。当時、ヨーロッパはインディゴは最も貴重な占領とされていた。その成果をし掛かにして、ペテルスブルクへ赴き、わずか1年で独立。自分の召喚を開き、 またゴールドラッシュのアメリカに銀行を持つなど国際的な大商人となって巨万の富を築いたところが1863年41歳の時に年来の夢であったトロイア発掘を実現すべく全ての経済活動を打ち切ってしまう1865年3月彼は世界万有の旅を志したインドからカイロ香港 さらに上海へ以下本書につられたシナと日本の旅となるこの旅行記は横浜港を離れて大西洋上をサンフランシスコへ向かう戦中約50日の間に書き上げられたものであるその後アメリカ東海岸からハバナメキシコを巡りよく 1866年パリに落ち着いて改めて考古学を勉強し2年後に学位を取得したトロイヤ遺跡発掘に成功したのは1871年本書の旅から6年後のことである文字通りに波乱万丈の人生と言えよう男のロマンを追い求める情熱不屈の意志必要なまでの探求心 そして溢れんばかんの才気シュリーマンの人間的な魅力はこの短い気候群にも遺憾なく現れている特に尊皇攘夷の嵐が吹き荒れ外国人の江戸入りはほとんど禁止されていたとにもかかわらず外交官でも軍人でもないシュリーマンが執要に手鶴を求めついに幕末の江戸を見書いたことは驚端に値する。 当時の日本を知る上で貴重な資料と言えよう。シュリーマンに惹かれるにつれて、部分では飽き足らず、前編が惜しくなった。パリに問い合わせても拉致が開かず、いろいろ苦心の末、前編を手に入れるのに、二年近くもかかってしまった。読み進むうちに、今度は江戸時代、特に幕末の日本について、自分の無知を思い知らされることになった。 シュリーマンの歩いた道筋を少しでも理解しようとオールコックの「ザ・キャピタル・オブザ・ザ、うん・タイ・コン・タイクンの都」から始めて都立中央図書館の江戸・東京室に通ってさまざまな文献を読みあさった浅草寺へおいらんの額を調べに行ったり惨劇のあった 当禅寺やアメリカ公使館となった全福寺にも出かけた光輪寺でヒューケンの墓を探し当てた時にはきれいに清掃され花も備えられている様に心が和んだ横浜開港資料館でも発見が多かったし折よく開かれていた渋谷の区民大学講座江戸時代の政治と暮らしも実に興味深く いいよいよ江戸ににかれることになった考えてみれば私は100年以上も前に来日したシュリーマンのこの本を読むことによって江戸幕末江戸に特別な興味を持ち始めたことになる順序が全く逆とも言えるが私にとっては貴重な出会いだった広重北斎の浮世絵は言うにおずばず滞在期間の短かったシュリーマンには おそらく目に触れる機会もなかったであろうと思われる素晴らしい日本の色と美、絹織物、紙芝から出発した古文の域で繊細な染め物、きらびやかな漆細工、洒れた江戸庶民文学、江戸文化の見事さはマイキャのいとまもない。 江戸の美を知るにつれて一方その時代のうねりについてもまた目を開かされた感がある徳川300年鎖国の眠りをイギリスアメリカフランスなどの列強から開国へと覚まされ一方国内も尊皇攘夷の嵐にさらされた混乱の危機を見事に乗り切った日本の精神の支えは何であったのだろう 国体を護持しつつ全く新しい日本に見事に発展させたこの時代の多くの尖閣者勇気ある方々の群像を忍びその偉大さに思いを馳せ感謝とともに歴史の流れというものを改めて考えさせられた思えば現在もまた同じみんなの努力で国は豊かなったというものの国際観にも日本国内にさえも 大きな危機を感じるのは私だけであろうか。世界の平和を祈りつつ続けるこの頃である。思いがけず出版の運びとなった今、大勢の方々のご好意に胸を熱くしている。まずこの本を見つ,め見つけてくれた息子の石井浩二、翻訳の相談相手をしてくださった慶応大学の後藤隆氏、今も何かとご指導をしてくださる林先生、一人ぼっちのパリタレ 一人ぽっちのパリ滞在中に折に触れ立ち寄り便宜を図ってくださった工事の妻、ハサ子の両親、鈴木夫妻、恩師、京場和夫先生、そんな最後にこの本を出版するきっかけを作ってくださった城山三郎先生、皆様には本当にお世話になりました。帰宅役所。 教育委員会文化財委員橋田誠司氏には飛鳥山周辺の古文書絵図へと教えていただきました信濃料理については元日本航空北京駐在代表の日下部一氏のお知恵を拝借しまた地図と変えず貨幣の打艦率等は東京大学の船舶工学科出身弟の吉成正に助けてもらいました。 また表紙の文様は和服の好きだった宏が私のために小宮幸助志のこの江戸古文を見立ててくれた思い出を大切に実寸では細かすぎるので模様を拡大し図案化して使った船はシュリーマンが上海から乗って来日した外輪蒸気船を模したいろいろとご尽力くださった土器直子様名の小川 子そして500回になった新庁舎の梅村様はじめ出版の方々に心よりお礼申し上げます1990年12月吉日石井和子